では両チームのメンバーを見ていきましょう。まずホーム FC 町田ゼルビアです。ゴールキーパーが福井、最終ライン三木、水本、高橋、翔平、土井、中盤は真ん中に高江と佐野、吉尾、平戸、前線は中島と長谷川、アーリア、ジャスールです。続いてアウェーチームブラウブリッツ秋田のメンバーです。ゴールキーパーが田中雄大、最終ラインは鈴木、加賀、谷奥、飯尾、中盤真ん中に稲葉と若狭、サイドに沖野と茂、前線は斉藤啓太、中村です。土井が出てきます。長谷川、アリアジャスール、その後に中村、斉藤啓太を狙いますが、水本、そのこぼれ球を拾います。沖野、切り返した、間入ってきた、若狭のシュート、その重平がボールを持っています。左サイド、つながった、中5人います。秋田持ち出して若狭、速いボールを入れてきた、形は作ってました、あとはしっかりと当てるだけだった。中村惜しい、いや決定機でしたね、フリーでしたよね。もう沖野、斉藤啓太が飛び込んだんですが、一つ引きつけてマイナス、ミドルシュート、3人でブロックいきました町田。ここはサンターチャンス、前線には中島、吉尾が運ぶ、吉尾が運ぶ、吉尾海奈、コントロールショット、カウンターからチャンスはつかみました町田、最後は吉尾のシュートでした。その高江から一気に真ん中、長谷川、中島に収まる、左上がってきた土井、近いところ呼んだのは平戸、平戸を使う、抜けてきて三木の左足、一つ攻撃の形しっかりと作りました。町田らしい形出ましたよね。長いのにしそうです、鈴木純也と思ったら近いところ鈴木純也、逆サイド振りになっている、左足、加賀です。落ち着いてましたね加賀選手、見事なボレーシュートでしたね。セットプレー、スローインのところからチャンスを作って、先制はブラウブリッツ秋田、ファーサイド完全にフリーでした加賀健一、壁の下はやらせないよという形を取っています町田。鈴木純也、ゴラッソ、大きな追加点ブラウブリッツ秋田0対2。いやー、これはすごいシュートになりました。最初は鈴木選手からいいボールを配球しましたけども、このキックの精度の高さが光ったシーンでしたよね。ミキワンタッチ、くさび、チョンテセ、奈良坂、土井へのパス、ちょっと短くなりましたがよくつなぎました。これで真ん中、平戸、ワンタッチ、つながってきた、平戸の左足、狭いところ崩していきました町田、いいコンビネーションでしたね。若狭から飯尾のクロス、稲葉、ここは水本、まだ大きくクリア、前に運べない町田、飯尾、前が空いた、ミドルシュート、シュート打てるコースがあったので思い切って打ってきましたね、はい、三上選手。平戸、チョンテセ、落として平戸、面白いヘディング、ファーサイドにいました春山、いい形作りましたね、今平戸選手がいるからこそならではの形でしたよね。最後までプレッシャーを弱めない秋田、急ぎたい町田、
試合終了。ブラウブリッツ秋田、およそ1ヶ月、5月5日のビファーレン長崎戦以来のリーグ戦での勝利を手にしました。